こんにちは、あきらです。今回は G モデラーを使ってまた作っていきたいと思います。今回は今見ていただいているようなソファーを作っていこうと思っております。はい、アペンドでキューブ出すか、あるいはポリメッシュのポリスターですね。こちらから本当にシンプルな、ね、ポリゴンということで、数値をもう111というふうにして9キューブしてしまいましょう。そしてポリメッシュ 3D 化作っておいて、このキルティングの、ね、作ってきたソファーのツールに戻ります。そしてサブツールのパレット開いていただいて、アペンド、そして今ポリメッシュ 3D 化したこのキューブクリックして読み込んでいきます。そうするとね、結構大きいのでギズモでギュッと小さくしましょう。そして座面、これを支える木の、板ですかね、木のパーツ、こちらを入れていきましょう。横から見て大きさも整えていきます。はい、奥行きと幅をだいたい調整してきていただいて、はい、だいたいこんな感じでしょうかね。はい、そしてこれをそのまま複製しまして、はい、あとはですね、ちょっと角が、強いので、この角丸にしていくということで、ドローンに切り替えて G モデラーのエッジアクションのレベル選んで、はい、こんな風に角がですね、ちょっと痛くないように少し丸めておきましょうよ。はい、これぐらいでしょうかね。で、こちらの角もちょっと丸くこんな風にしておきます。アペンド、そしてこの先ほどのキューブ入れまして、足を作りたいと思います。ですので、再びギズモを出してキュッと小さくして、下のポリゴン、こちらをスケール単一ポリゴンで、この下の面の足の下の面ですね、こちらを少し細くして、はい、そしてコマンドキーを押しながら今、ね、移動させて、ね、足の前の部分を作りました。これをコマンドキーを押して移動させて、そのまま左右のね、前の足に、いたしました。そしてですね、そのままコマンドキーをまた押して後ろの足位置をしっかり合わせていきます。でですね、あとは肘掛けをね、そのまま作っていきたいと思いますので、ベースのですね、この板をちょっと今伸ばしてしまいました。 G モデラーのエッジアクションの挿入で複数エッジループを選んでください。そしてポリグループ保持、こちらをクリックします。そしてこの見えるところでも、構いませんので、こちらで複数のポリグループが描かれているのがわかると思いますけれども、ドラッグするとこの複数のポリグループになるんですが、だいたいこの今見えているですね、部分にキルティングの部分とのこの境界線というのが移動するようにしていただいて、はい、その位置にエッジがこう来たら、マウスをそこで離すと。するとですね、左右のこの空いているところのですね、エッジの、この幅というのがだいたい同じぐらいになっているかなと思います。均等に分割すればね、だいたい同じはずなんですけれどもね、ぴったり同じはずなんですけれども、このソファーとのね、バランスで、ファーの位置とのバランスで若干位置が違うようにも今見えますかね。はい、そしてこの、ポリゴンアクションにしていただいて、ポリグループ適用、そして単一ポリゴンですね。そしてここにクリックします。で、同じようにこちらにクリック、はい、こんな風にクリックしました。そして、同じポリグループ左右ですね、ポリグループですので、9メッシュにしてポリグループすべてね、これでここを肘掛けをですね、ここから上にこうグッと伸ばして作っていきたいと思います。引っ張り上げていって、こんな風に肘掛けパーツが上に伸びてくるかと思いますね。はい、左右ともにですね、伸びていますね。エッジを複数エッジループ、はい、これぐらいで、そしてこちらも、はい、これぐらいですかね。この分割の四角がちょうど正方形ぐらいに
なるようにということで、こうやって左側ができましたので、右側のね、横分割はワンクリックで、はい、同じようになります。角のキューブはですね、一つはですね、消していきたいと思いますので、キューメッシュ単一ポリゴンで、こちらをこう削り落とします。こちらももう一つ削りましょう。これぐらいに削ってしまいましょうかね。ですね、ここは単一ポリゴン削除で、穴を単一ポリゴンで、こことここに穴を開けます。そしてこちら側もこことここに穴を開けて、そしてエッジの2つの穴をですね、スプラインでポリグループ平面というふうに選んでいただいて、ここのエッジとここのエッジをつなぐんですが、はい、こんなふうにちょっと角を柔らかくね、丸めてつなげてあげる。ここクリック、そしてここクリックで結果がね、同じようになりますので、こんなふうにつなげてあげます。これでもうこんなふうに穴を開けていただいてもいいかなと思います。一個一個ね、こんな風に消していくのがね、結構大変かなという場合にはですね、もうポリグループを指定してあげるっていうのが一つですね。ポリグループ適用を。はい。で、オプションキーをしながら、このようにドラッグしていくと、これで、ポリグループすべてに対して、キューメッシュで、はい。こうすると、一気に消すことができます。はい。同じくですね、こちら側も、オプションキーを押しながら、ポリグループにしたいところっていうのを、こうなぞっていくんですよね。はい。そして、このように、キューメッシュで削り落とす。若干バランスが変わりましたので、ソファーの足の部分っていうのをですね、ずらしていきたいと思います。まずは、向かって左側。マスクをかけて、この前後の足というのにマスクがかかりました。そしてギズモ、移動ツールでマスクがかかってない方の足を、はい、ちょっと移動させます。もうギリギリぐらいまで外側いっぱいに、移動しました。そしてコマンドキーを押しながら何もない空間をクリックすることでマスクが反転して向かって左側のところにマスクがかかっていたんですが解除されます。そしてそのままギズモでこの座面のギリギリ端のところまで足を動かすということを行っております。まあ、ざっとですけれどね、こんな感じで椅子ができてきております。そしてですね、もうちょっと作り込んでいくということであれば、こちらの肘掛けのところの、こちらのベベルですかね、エッジを落としていってあげるといいかなと思いますので、まあ、大体こんな形でクリックして、他のところのですね、こちらの、両サイドのね、すべてであげましょう。この内側もですかね、このあたりもエッジが柔らかい方がいいかなと思いますので、どちらもやっておきましょう。さらにですね、まあ、足の方も角を落としてあげるとさらにいいかなと思いますね。まあ、前後ろともに、やっておいてあげるといいと思います。足のところにもベベルを適用させて、少し柔らかみのあるですね、足になったかなと思います。はい。では、パースをつけてみましょう。はい。こんな感じで出来上がりました。マテリアルをですね、何かちょっとイメージの枠、色にしていただくとね、いいのかなと思いますね。でですね、動画の中で、サムネイルの画像なんかではね、キーショットというレンダリングの外部のね、レンダリングツールを使ってレンダーしております。このレンダーというところから外部レンダー設定でキーショットっていうのがあります。これはね、有料で ZBrush Pixologic の中から購入して ZBrush のキーショット、レンダラーを購入しておくと、こちらからですね、キーショット選ぶことができるようになります。そして、この BPR をクリックしますと、こういった形でですね、キーショットのレンダラーが立ち上がりますと、レンダラーの方にですね、ZBrushから、転送されて、このような 3D データが、見ることができるようになります。こういうものを使うとですね、より、綺麗に画像を得ることができます。ちょっと使っていきたいと思いますが、例えば、まあこちらですね、マテリアルとかカラー、テクスチャー、環境、背景。基本的にはこのあたりを
選んでいくと、このビューウィンドウの中のソファの質感がどんどん変わっていくよということですね。背景も変えれます。まずはマテリアルというところから、そうですね。ちょうどこのウッドというね、木の質感のところに、カーソルがこう来ていまして、この木のマテリアルがいくつかあります。ここから選び出していくと、例えばこの木、これをですね、この先ほどの作った、はい、肘掛けに適用しました。でですね、まあ足のところもありますので、この足のところにも同じマテリアルを適用していきます。はい。でですね、ソファーのこの座面と背もたれの部分ですね、このあたりはどうしようかなというところですけれども、一番上のところにクロス&レザーというのがあります。布と革ということですよね。で、まあ、まだあまり選択肢がたくさんないんですけれどもね、例えばレザーダークっていうのにね、適用しますと、はい、ちょっとこんな高級感のあるこんな色になりますよね。そしてこのカメラのですね、移動パンとかですね、パンでこんな風に上に持ってきて回転を選ぶことによってこう向きが変えれますと、はい、こんな風に変えることができます。ぐるぐるぐるっと、はい、こんな風に変えれますね。でパンでまたこう動かすと、よいしょ。でですね、カメラ遠近感をもう少し出したかったら、この50という数値よりも少し下げてあげるとソファーの遠近感がこう出るんですね。奥はさらに奥に、手前はさらに手前にというような、まあ、見え方の変化があります。でですね、今サムネイル用にこんな風にレンダリング画像を、ね、作りたいなと思っておりますので、こんな風にしますね。で、あとはですね、環境、まあ、周りの環境なんですけれども、こんな風にいくつか切り替えることができますね。なんか屋外環境、ソファーがこんな風に置かれたような設定にもできますね。背景画像を置いて、こんな緑の芝生だったりですとか、こんなこともできますね。で、この芝生の地面のね、画像を読み込んだら、これに合わせて回転でこのソファーの方ですね、ちょっともう回転してあげるっていうのがいいかなと思いますね。ね、もうちょっと変えて、こういうスタジオ撮影をしたみたいなね、背景にしていくこともできます。白のバックでね、こんな風にしていくこともできます。この革の質感に対して肘掛けのところがちょっとどうかなという感じがしますので、ちょっと色変えましょう。よいしょ。ちょっと高級感のあるウッドにしましょう。レンダリング、はい、というわけでのソファーができました。いかがでしたでしょうか。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。それでは。